学校での告白スポットといえば、学校での告白スポットといえばでございます。あ、古川さんもうだいぶ早めに書かれてましたからね。もう決まってたんですか？大丈夫です。大丈夫です。なるほど、わかりました。さあ、それじゃあ一人ずつ発表していきますか。じゃあまずそのね、自信ある古川さんから参りましょう。はい、さあ行きましょう、はい、古川さん。それでは、古川さんの告白スポットこちらです。はい、ちょっと字が可愛い。そうですね、字がすごい可愛い感じではあります。ハートマーク体育倉庫、名前みたいな。愛情を表現します。愛情表現で、なんかどっちかというと閉じ込められてみたいなイメージですけど、まあ、閉じ込められるのもありなんですけど、ありなんですけど、まあ、解放されててもありかな。解放されてもありかな。はい、じゃあ続いていきましょうか。じゃあ続いて、小賀さんいきますか。はい、はい、なんでしょうか。じゃあ小賀さんはちょっとしまってください。すいません、順番を間違えました。 OK です。花森さんから。はい、すいません、皆さん後で考えましょう。今シンキングタイムです。はい、じゃあ花森さん参りましょう。もう定番だと思います、はい、屋上。屋上、なるほど、いいですね。拍手が。一緒の方はもうこのタイミングでも出せますからね。大丈夫ですね。いないの？あ、定番じゃない、やっぱ恋愛マスターですから。じゃあちょっとそんな富田さん。はい、はい、放課後の教室。あー、いいですね。素晴らしい。放課後の教室、私それに近いんですけれども。あ、何でしょう。放課後の音楽室、ピアノを弾きながら。ピアノを弾きながら、弾きながら、フランス料理みたいな。そうですね、ねえ、はい、添えながらみたいな。さあ小原さん。私も同じく教室。教室がやっぱ強めじゃないか。ねえ、なんでこっち側ひらがななんだ。示し合わせてきたんですか。さあ、ね、偶然です。偶然ですか。体育倉庫、教室、ひらがなに挟まれて最後。さあ小賀さんの回答見てみましょう。回答はこちら。さあ、どら焼きの中でよろしいですか。さあこちら、はい、ちょっと円形型の、はい、あのなんだ、学校っぽい。彼女は何を言ってるの。ちょっと待ってください、小賀さん。あの時計の前。違うんですよ、それもう描かれた絵があったんですか。あ、小賀さんが意識して描いたんじゃないんですか。とっさに出たものです。とっさに出たものがこれだった。はい、これは丸 C みたいなの描いてるのなんですか。時計です。公式なんですか。これ公式ですか。時計、はい、これ時計です。これ時計ですか。はい、はい、なるほど。クロックってこと。針どうなってるの。あ、針がね、だいぶ丸くなってます。3時を指してるんです。そうですね、これは3時に告白しますよ。いや、でもやはりですね、はい、あ、いや、小原さんが動いた。あの、やっぱり、はい、あの告白といえば、うん、教室とか、うんうん、体育館裏とかいろいろ出てくると思うんですけれども、うん、はい、告白するのはどこで告白しても自由だと思うんですよ、うん、はい、なのでこういった発想も正解だと私は思うんです。これが何か教えてください。これ誰もまだ分かってないんですよ。今のところ時計がある。ラグビー部の物質ですよ。ラグビー部の物質って、こんなラグビーボールみたいな。ボール。え、そうなんですか。これラグビーボール。あれ、ラグビー部の物質。なんでラグビー部の物質で告白するんですか。夢があるじゃないですか。え、本当にラグビー部の。なんで正解だったんですか。夢がある。なんか良くないですか。屈強な男に告白されるこちら朝から小倉世帯で、選ばせていただいた告白スポットの正解は、ラグビー部の部室です。よろしくお願いします。ありがとうございます。これが2期成功の鍵です。皆さんよろしくお願いします。ぜひ皆さん覚えて